絶対に勝たないといけない試合を落としたっていう、まあ、自分たちの不甲斐なさが出た試合だと思ってます。これから先、まあ、オリンピックもありますし、自分たちが成長するために必要な1試合だと思うので、まあ、最大の準備をして、まあ、絶対に勝つっていう気持ちで臨みたいなと思ってます。そうですね、まあ、自分もゲームキャプテンやらせてもらって、まあ、こうゲームキャプテンの大切さも分かりましたし、まあ、しっかりこうみんなに、まあ、絶対に勝たないといけないっていう、まあ、気持ちの面もそうですし、自分がプレーでしっかり示せるような選手になりたいなと思ってます。まあ、そうですね、相手もしっかりこう球際のところだったり、まあ、競り合いのところでまず勝ってスタートのチームだと思ってるんで、まあ、そういう自分たちの苦手な部分をまずこう負けないっていうか、しっかり本気で戦ってこう自分たちの優勢にしてまず結果で掴みたいなと思ってます。